はい、今回はですね、今をときめいてるかどうかわかりませんが、森安ジャパンに襲いかかるやつかな。森安ジャパンの資格かな。見て、ティロ・ケーラーですよ。ティロでやってんのかな。あ、ティロやね。ティロ・ケーラー。ティロって言いにくいな。まだ26歳ぐらいか、若っ。まあ、ドイツ代表ではね、右サイドバック。まあ、ウエストハムでも右サイドバックなんかな。ウエストハムではでも試合出てんのかね。なんか、怪我してんのかね。よくわからへんね。合ってんな、ティロ・ケーラー。まあ、ドイツ代表の、まあ、コンディションさえ良かったらね、不動の右サイドバックやと思うんですけども。怪我してたら、他誰がいいんやろ。もうドイツもね、今、世代交代、真っ盛りなんで、ちょっと新しい選手分からないですよね。この選手ももともとシャルケにいて、シャルケにいた頃全く知らないんですけど、で、あれ、パリ・サンジェルマンに引き抜かれたよね。で、パリ・サンジェルマンで全く試合出れなくて、で、結局試合出れへんから、つうことでウエストハムに行ったんですよね。で、ウエストハムで試合に出てるかどうかは、わかりませんということで。まあでもね、フィジカルも強いよね、明らかに。ほら、見て。サイドバックで身長186ってえぐない？やばすぎるよな。どうだってるこれ。どうか。やばいよね。ほんまに海外ってそういうところやな。だから今ほんと日本もね、そうなってて、だから長友みたいなも小さいサイドバックでも必要ないんですよ、ぶっちゃけ。そうそうそう。だからもうこれからは、本当に富安レベルぐらいの選手がサイドバックやるぐらいが一番理想なんですよ。もうそしたら日本ももっと強くなると思うし、もうそうなってきてるからね、本当に大型が。もうチビでは勝てんから、悪いけど。チビ何人集めたって勝てへんから。もうでかいやつ。ひたすらでかいやつ。だからもう久保とかね、もう、いらんと思うよ、久保建英とか。あんな使ったって何もできへんね、結局。俺はそう思うけどね。まあそんな感じで。ケラーっていうことは右サイドか左サイドか、中山か。中山、お前ちょっと気合入れろよ、お前。こっちはプレミア、な。で、お前はチャンピオンシップ、ちょっと格差はあるけどもやな。ちょっと気合と根性と、あと森保の戦うよ精神で、頑張ってくれ。